奥のお客様もご覧いただけますでしょうか。これから真ん中の樽使いましてリチャーノ工程ご紹介いたします。今ですね、この樽の内側、炎が入っているんですけれども、皆様この燃えている様子ご覧いただけますでしょうか。こちらはですね、実際にこのウイスキーの熟成に使われている樽ですので、樽の内側にはアルコール分が染み込んでいるんですね。ですのでこのようにして火を入れますと、そのアルコール分が燃えることによってこの炎は青色をしています。皆さんもこの青い炎をご覧いただけますでしょうか。この炎は青色をしているんですね。ですがこちらどんどんと燃やしていきますと、この炎の色や樽の内側から聞こえる音などが変化してまいります。今は大変静かなこの樽なんですけれども、少しずつ燃やすことによってこの樽の内側から音も聞こえてくるんですね。今まだこの青色の炎なんですけれども、このアルコール分が全て燃え尽きてしまいまして、樽の内側に炎がしっかりと届き始めますと、炎は少し赤みがかったようなオレンジ色をしてまいります。そのオレンジ色の炎が見えてまいりますと、ようやくこの樽の内側にしっかりと炎が届きましたよという証拠でございます。そしてこの樽の内側に炎が届き始めますと、この樽の内側から音も聞こえてくるんですけれども、そうするとこの樽の内側には小さなひび割れがたくさんできているということなんですね。この内側にたくさん小さなひび割れ作ることによって、新しい木の成分がまた顔を出すことができますので、再びウイスキーにその成分が溶け出していくことができるんです。はい、今少し音が聞こえてまいりました。この音お聞きいただけますでしょうか。このパチパチとかポンポンといった、まだ今小さな音なんですけれども、今少し聞こえましたね。このような音が聞こえてくると、この少しずつ樽の内側に炎が届いているという証拠でございます。そしてこの後この炎が大きくなりましたら、この職人が火消しの火かしを行います。今縁の部分に職人が水をかけているんですけれども、こちらはもう一度この蓋を閉める際に必要以上に焦げてしまわないように水をかけて調節をしております。ではこのようにして樽のメンテナンス行われているんですけれども、これから皆様には貯蔵庫にご移動いただきまして、この樽が実際に並んでいる様子ご覧いただきたいと思います。今かなり音も大きくなってきたんですけれども、これからは実際にこの貯蔵庫の中でどんな風に樽の熟成を行われているのかご覧いただきます。では後方のバスにご乗車いただきますようお願いいたします。